私素人 DIYer が某クロート DIYer に弟子入り、 DIY の経典求めて遥か西へガンダーラ、門戸を叩いたその先は底辺からのぶち上げ、百戦錬磨のアングラ塾長、先駆けアングラ塾、私入塾します。さあということで始まりました特別コラボ潜入アングラ塾。はい、もうご存知の方も多いかと思いますが、実況系 DIY YouTuber の先駆けといえばこの方、アングラ民族さんでございます。私そろそろ素人 DIY 屋を卒業しなければということで、今回ね弟子入りすることにしました。東北の地からはるばる西へご機嫌な飛行機に乗ってやってまいりました。到着したらすでに授業の真っ只中、これがアングラ塾でございます。大の男が根っこを囲み、ちぎっては掘り、ちぎっては掘り、労働力大投入祭が開催されておりました。この日の現場の天気は快晴、青空のもとスコップ一つ、塾長とお弟子さんたちみんな揃って汗流す、これぞ青春でございます。あ、解説遅れましたが、この作業は抜根と言います。根っこを抜く作業でございます。はい、アングラ塾の1時間目、抜根から始まりました。はい、チェーンブロックとあとは単管パイプを使いまして根っこをじわじわ引き上げる、いかがでしょうか。これが引き抜いた根っこでございます。これはね、さすがに都市空間では不可能ですね。チェーンブロックを使えば簡単。今回使ったチェーンブロックは3トンまで持ち上げられるらしいです。はい、もともとこの鬼はジャングルだったらしいですね。私が到着した時にはすでにスッキリしておりましたが、このダンプを見る限り、どんでん兵と化した塾生さんたちによって大量の労働力が投入されたんでしょうね。いやはややはり数は正義、みんなでやればすぐ終わる。なかなかこの量の伐採を一人でやろうとは思えないですよね。はい、先生の授業が始まりました。 DIY の基本の木、荷台のロープの結び方、万力結びというらしいんですが、これね何回見ても覚えられないんですよね。素人 DIY を脱するために万力結びは必須科目。こんなこともできないようじゃ4メートルの木材すら購入することができませんからね。はい、一旦積み込み終わりましたら、まだまだ続くぞ抜根作業。お次はこちら、細めの幹の集合体。さあ、この根っこをどうやって抜くんでしょうか。少し穴掘り、輪っかをかけて、チェーンをカラカラ引っ張って、じわじわ根っこを引き上げる。そう、これが抜根でございます。私、初めて抜根作業というのを体験いたしました。やってみて、これならできる、私もできる。いや、これまでね、抜根なんてとてもじゃないけどできないと思っていましたが、ね、やってみると意外とできるもんですね。何事も一度はチャレンジしてみましょう。この後はチェーンソーとレシプロソーを駆使いたしまして、でっかい根っこを一刀両断。はい、ここで、アングラ塾2時間目、壁紙張りの時間です。塾長はさすがベテラン、見慣れない。この機械の名はノリ付け機。私はいつもノリ付き壁紙というのを買っているんですが、塾長が使っているのはノリなし壁紙でございます。なのでノリ付け機でノリをつけなければいけません。いかがでしょうか。これがアミノール、置いた瞬間プルンプルン。この感触なんでしょうか。例えるならプリンニコゴリネタレココ、なんだか巨人大砲卵焼きみたいなテンションで言いましたが、まあ、先ほどのプルンプルンしたものに水を加えて攪拌すればあっという間にノリになる。はい、こちらのオレンジ色のものが攪拌機でございます。この攪拌機でぐるぐる回せばとろーりとろとろ滑らかな海苔になるわけでございますね。なかなか今の状態だと硬そうですが、さあこれがどうなるんでしょうか。家中に響くけたたましい攪拌機のモーター音、みるみる滑らかになっていくアミノール。さあこの辺で進捗率 50% といったところでしょうか。ちなみにこの海苔付け機、新品で買ったら30万円とかするらしいですね。中古で買っても10万円とか。ちなみにアングラ塾長は中古で6万円ぐらいで購入されたそうですね。何件も家を直していくとなると、乗り付け機を買った方がコスパは良さそうです。はい、こちらが壁紙1ロール出来上がりました。たっぷりとろーり壁紙の糊、攪拌機のこの先の部分ですね。私はあのしっくり混ぜるときにプロペラみたいなのを使ってますが、それだとバケツぶっ壊しちゃうことがあるみたいなんで、糊をかき混ぜる程度であれば、先ほどの先端が輪っかになってるやつの方がいいみたいですね。はい、それでは壁紙糊付け下準備。壁紙が出てくる場所にそっと養生、糊がついて出てきた壁紙が汚れないようにという気配りでございます。さあ、お弟子さんが持ってきたのは糊を入れる用の入れ物でございますね。はい、ここに先ほど作ったアミノールをたっぷりなみなみと注入していくわけでございます。さあ、壁紙に軸を通してセッティング。その姿、その入れ立ちはまるでバームクーヘンきりたんぽ。先っちょめくって少し引っ張り、回転ぐるぐるローリング。先ほど作ったアミノールを機械に投入、とろーりと仕上がったアミノールをなみなみと注ぐ。今回は禁断の砂壁直接壁紙張り、どれだけたっぷり糊がつけられるか、ここが勝負の分かれ目でございます。セット1枚で、これスタートしたらくるくるくる回る。残り100センチだったら回ります。
いやすごいですね。こういう機械ってテンション上がりますよね。ゴロゴロと回転するローラー、このインダストリアルな音が男心をくすぐります。一旦ノリをつける前に、どのぐらいの長さの壁紙が必要か現場で調査、測量タイム。この壁に貼っていくわけですね。下地が砂壁なんで、切ると中の砂壁 の石膏ボードの紙1センチでも足りないんですよ。僕は5センチ、10センチぐらい大きめ。はい、アングラ先生の門外不出の壁紙張り講座を少しお届けいたしました。はい、こんな感じでね、アングラ塾では授業が行われております。はい、メジャーを片手に部屋一周。最初に全部必要な長さを測っておいて、まとめて乗り付けカットする。壁紙をはじめに準備しておいて、一気呵成に張り上げる。これが効率化のポイントでございます。はい、休憩がてら道具の勉強。かっこいいぞレーザー墨出し器。我がポレポレ DIY でも何度も出てきておりますが、こちら水平垂直を出すことができる道具でございます。レーザーで横一線、水平基準を出すことで部屋の傾きすぐわかる。まあ、こんな感じのキューブタイプのお手軽なレーザー墨出し機もございますので、 DIY や一家に一台いかがでしょうか。はい、こちらが自動乗り付け機なんですが、すごいですね。印刷機みたいですね。欲しい長さをピピッとセット、あとは機械がその長さを自動的に出してくれるわけでございます。なんと便利な機械でしょうか。 DIY の仕上がり効率差がつく要因、技術段取り、工具の力ということでね、この工具の力は本当に偉大でございます。これ乗り付き壁紙を買っていたとしても、いちいち一旦伸ばして長さを測ってカットしてフィルムを剥がすという作業があるんですよね。それが意外と面倒くさくて、自動乗り付け機を使いましたら、そんな作業もワンタッチ、見ての通り一瞬で終わってしまいます。いいな、欲しいな、乗り付け機。これが DIY やの工具沼というやつですね。この後壁紙乗り付けどんどん進めていくんですが、ちょっとその前にアングラ塾長の壁紙講座、砂壁壁紙直接貼りの実演でございます。この壁紙には糊がたっぷりついておりまして、私の実感値ですと通常の乗り付き壁紙の2倍ぐらいついているんじゃないでしょうか。そんな砂壁用特製壁紙、しっかり密着、剥がれる気配はございません。塾長の流れるようなカッターさばき、見る見るうちに壁紙が貼られていきます。あ、ちなみに畳に壁紙ついちゃってますけど、この後表替えなり洋室化なりで変えるだろうということで養生なしでやっておりますが、皆様綺麗にやりたいときは養生してください。はい、お見事、1枚貼り終わりました。そうこうしているうちにダンプが到着。総力戦、労働力投入。一気火星に草木を積み込む。切った後お庭にもりっとてんこ盛りだった木の葉、木の枝、木の幹、根っこ。人海戦術、数の力で圧倒伐採。空き家、そしてご近所さんを悩ませていた市街地に突如現れたジャングルにグッバイ。やっぱりね、庭に木を植えると、まあ風情はありますけどね、空き家になってから困りますね。皆様も庭への植樹は計画的に。この後この木々たちは参拝センターへドナドナされていきます。さあ、この後は乗り付き壁紙量産タイム。はい、壁紙の端っこを折って、はい、これ自動的に壁紙がニューと出てくるんですよね。これを適当な長さで折りたたむ。ここでうまく折りたためるかどうかで、壁紙貼りの際に貼りやすい貼りにくいって出てくるので、結構ね重要な工程でございます。さあ、本日初めて壁紙乗り付け機を使うお弟子さんのチャレンジでございます。初めてでもうまく乗りをつけることができるんでしょうか。なんかね、一度出始めたらなかなか止められない、ソフトクリーム作る時の感覚に似てますね。ソフトクリーム作る時ってこう自動で出てくるペースに合わせてぐるぐる巻かなきゃいけないじゃないですか。自動乗り付け機もそんな感じ、わかりますかね。さあ、ここからは大壁紙張り大会、労働力大集合。この日集まったお弟子さんの中には、初めて壁紙張りをするという方もたくさんいらっしゃいます。さあ、どんな仕上がりになるんでしょうか。これまでは1人孤独、多くて2人、少人数、自分と向き合い、壁と向き合い、淡々と作業を行ってまいりましたが、たまにはこういうワイワイやるのもいいですね。何でしょうか、なんかこう DIY って一つの社交の場にもなりえそうな、そんなアクティビティですよね。みんなで貼れば笑顔が生まれる。貼れば貼るほどお家は綺麗に。参加者にっこりお家もにやり。 DIY が日本を空き家問題から救うかもしれません。はい、あっという間にあと1枚、最後の1枚はプロに決めてもらいましょう。はい、プロはね、本来この砂壁に貼ったりはしないんですが、特別に無理を言って貼っていただいております。さすがプロ、流れるような匠の技、正確無比なカッターさばき。スイッチの部分、カッター入れてシュシュシュ、ペロンとめくってジャストサイズ、しっかり密着するように撫でバケ使って入念に。さあ、仕上げの余分な部分をカットです。上下左右余った部分を切り落とす。いや、さすがさすがでございます。素人 DIY やとは物が違う。やはり一人だけでやっていると限界がございますね。プロや DIY の先輩から学ばせていただく、 DIY 上達のためには必須でございます。はい、最後の1枚も貼り終わった。これでこの部屋の壁紙貼り完了いたしました。そうですね、やはり貼り始めてから1時間もかかってないんじゃないかなと思います。さあ、ビフォーアフター見ていきましょう。もともとはこんな部屋でございました。グレーの壁、よく見るタイプの砂壁でございます。やっぱりこういったタイプの砂壁でしたら、なんだか部屋が暗く見えてしまうんですよね。そんな部屋にただ壁紙を貼るだけでいかがでしょうか。ここまで綺麗に生まれ変わる。みんなでやればすぐ終わる。これ一人でやったら半日ぐらいかかりそうですね。予告、
アングラ塾長、我が物件へ来たる。遥か夏、我が物件に来ていただきます。その際にもっとがっつりコラボできるかもしれません。皆様、お楽しみに。このチャンネルでは空き家 DIY の様子を発信しております。ぜひチャンネル登録して行く末を見守ってください。アングラ塾長の YouTube は概要欄に貼っておきます。それではご安全に。